さまざまなことを検討すると言ってるんじゃないですか。何言ってんですか。はい、こんにちは。そしてこんばんは、白坂和也です。今日はですね、再びですね、マイナンバーカードに関して、動画を配信したいと思います。で、マイナンバーカードに関してはですね、6月7日にですね、一度ライブ配信をしたんですけども、で、その時はマイナンバーカードのマイナカードの、闇っていうことで、いろんな話をですね、1時間以上にわたってしたかと思います。で、それ以降もですね、やっぱりこのマイナカードのですね、トラブルはですね、もうどんどんこう表を追うごとにですね、大きくなっていってですね、なんかもうすっかりもうグダグダ状態になってるんですよね、今。で、これはですね、かつてのですね、消えた年金の問題と全く同じような様相を呈し始めたなと思います。これはもう下手をするとですね、河野太郎大臣どころかですね、内閣が吹っ飛んでももうしょうがないんじゃないかなっていう、そんな感じすらしています、今は。で、そしてその河野大臣ですよね、河野太郎大臣なんですけども、河野さんってあれですよね、マイナカードの問題が出る前は、次の総理大臣になる可能性のある人、第1位が河野太郎さんだったことを記憶してますね。河野さん非常に人気があって、次はもう河野さんが総理大臣なんじゃないかと、首相になるんじゃないかと、いろいろこう噂というか希望もあって、そういった噂がね、世間に流れていたかと思うんですけど、このマイナカードのね、トラブルが世の中にこう出回ってからですね、人はもうすっかりですね、もう政治家としてのですね、信用がもうガタ落ちになって、しかもなんていうかもうあれですね、もう男としてのね、価値も下げてしまったんじゃないかという、そこまでなんかひどい状況になっているんですよね。ほんと。もう河野さんね、男を下げましたよね、ほんと。単にもうね、怒鳴りつけてもう人を動かしてるだけなんじゃないかって感じもするんですけど、で、前回7月7日のライブ配信の時はですね、どんな話をしたかというと、あの時もですね、非常にいろんなこうトラブルが発覚しておりまして、例えばですね、マイナ保険証に別人の情報を誤って登録したとか、あとコンビニのですね、交付サービスで他人の証明書を発行してしまったとか誤って、でコンビニでいろんな証明書、印鑑登録証とか出そうと思ったら、なんか全然別の人の証明書が出てしまったとか、あとマイナカードに別人の口座が登録できることが発覚したとか、あとマイナポイントを別人に誤って付与してしまったとか、そういったいろんな問題がボロボロと出てきました。で、この例えばマイナカードに別人の口座が登録できることが分かったっていう、ような問題に関してはですね、NHK の、夜7時のニュースセブンにも結構ニュースセブンでですね、かなりこう大きく取り上げられて、で、その時に福島県福島市の市役所がやっぱり取り上げられていたんですね。で、僕は福島県福島市に住んでいて、そのニュースセブンでその市役所で誤って口座が別人の口座が登録されていることが何件ありましたっていうニュースがすごい大きく出て、ああそうなんだと思って、で早速僕は翌日ですね、その福島市役所に取材に行って、いろんなね、実際窓口の職員に話を聞いてきたんですけども、そこではね、結構いろんなことが興味深いことが分かったんですよね。で、問題が出る以前は窓口の職員さんがパソコンをこう叩いて市民の情報を実際入力していたっていうことだったんですけど、
でこの問題が発覚してからですね、逆に市民の人にやってもらうように変わったと、と思ったんですけど、で市民の人が実際パソコンを叩いて職員さんが隣にいて、でいろいろこう手取り足取りサポートしてくれるっていう体制に変わったんですみたいな感じで、いやそれだったらねかえって時間がかかっちゃうんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ実際見てるとすごいやっぱり時間がかかってるんですよね。で高齢者お年寄りなんかやっぱりこうパソコンとかこうやったことない人がまあほとんどなんで、特に地方なんかはね。で僕が取材に行った時は実際あのおばあさんがこう自分でこうパソコンを叩いていたんですけど、えらいやっぱり時間がかかってるんですよね。だからそういった現場の運用もね、かなりこうなんか違うことやってんじゃないかなっていうすごい印象があって、あこれはね多分マイナンバーカードのトラブルってこれからどん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 出るんだろうなとその時は思ったんですけど、やっぱりねあの出ますね。もう6月7日以降もね、いろんなやっぱりトラブルがたくさん出てきましたよね。で前回のあのライブ配信ではまあいろんなね、あの今言ったようなトラブル以外にもとうとうあの犯罪の領域にまで踏み込んでしまったっていうことも紹介したんですよね。それは何かっていうと、あの頼んでもいないのに紙の保険証の情報をマイナ保険証に勝手に登録していたと、あの自治体があの勝手に頼まれもしないのに市民の情報をマイナ保険証に勝手に登録していたっていうことがやっぱりあの発覚したんですね。だそういったの領域にまでもう踏み込んでしまったっていうのが、まあ前回の6月7日の前回のライブ配信の時点の問題点です。でその時はですね、あの河野太郎さんが国会で謝罪したんですよね。あの河野太郎さんがですよ、国会で謝罪して、あのいろいろあってあの非常に申し訳ないみたいなことで謝罪して、で、ね、デジタル大臣が謝罪していろんな問題が発覚したにもかかわらず、確かあれは6月2日ですよね、改正マイナンバー法が、まあ、成立してしまったと。ね、すごいですよね。トラブル続きなのにもかかわらず6月2日にはもう改正マイナンバー法が成立したと。で2024年の秋にはあの現行の紙の保険証を廃止してマイナ保険証に、一本化すると、まあそういうことに決まったんですよ。決まってしまったんですよ、これだけトラブルがあるにもかかわらずね。でこれに関してはまあ自民党と公明党がまあ賛成したっていうことはまあわかります。政権与党なんで。ただ忘れていけないのはあれですよ、あの維新の会であるとか国民民主も賛成してますからね、この、 あの改正マイナンバー法にはですね、改正マイナンバー法には、まあ、維新の会や国民民主も、賛成していると、まあ、これはあの皆さんね、ぜひとも記憶に留めておいてほしいと思います。最近のあれですよね、入管法の改悪に関しても、まあ、自民公明は、まあ、賛成したんですけど、やっぱりあの時も維新と国民民主は維新と国民民主も賛成しているんですよ。まあ、それと同じですよね。だから維新とか国民民主っていうのは与党でもなく野党でもなく与党と、まあ、そのように呼ばれていると、まあ、そういうことなんですよ。いやでもね、今回6月7日以降のライブ配信でもかなりいろんな問題が発覚してるんですけど、ちょっとまあいろんなね新聞の記事であるとかいろんなニュースサイトの記事を、まあ、今日もちょっと見ていこうかなと思うんですけど、最初に見ていただきたいのはこれですね。これはですね、6月9日の、FNN のプライムオンラインのニュースです。括弧独自ってあるんですけど、これはどんなニュースかというと、他人の年金記録が閲覧可能にと、マイナカードでまた問題発覚というタイトルがついてます。もう
まあ、前回のライブではいよいよもう犯罪の領域に達したよということで、あの自治体の職員が勝手に市民の情報を登録していたと、そういったことが分かったんですけど、もう6月9日になるともうこれ完全にあれですよね、もうこの犯罪のレベルをもう引き継いでますよね、もうずっと他人の年金記録がもう閲覧可能になってしまってると、これは本当まずいですよね。下手するとこれなりすましもできちゃいますからね、もうなんかこう犯罪を助長するかのようなもうマイナカードになっていると。でどんなことが書いてあるかというと、自身の年金記録は、マイナンバーカードを利用しマイナポータルから閲覧することが可能だが、関係者によると他人の年金記録が閲覧できる問題が発生していることが分かったと。で人為的な登録ミスの可能性が指摘されていて、同様の事案が他にも発生していないか、調査をしているという、まあ、速報が6月9日に、速報じゃないか独自か、6月9日に出ていますと。でなんというかこのマイナンバーカードっていうのは、まあ、デジタル庁ができました。でマイナンバーカードを作ります。で本当はこう利便性を高めるために作ったカードのはずなんですけど、なんかこうデジタル化でむしろどんどん悪くなっていってるんですよね。これ何のためのこうデジタル化なのかもう全然わかんないんですよ。マイナカードはでどんどんこう悪くなっていってるんですよ、で何かあるたんびに点検を命じたとかそんなことばっかりやってるんですよね本当。だからね、他人の年金記録が閲覧可能になったっていうのは6月9日ですね。でこの詳しい記事はですね、日本経済新聞ですね、6月12日の日本経済新聞に、少し詳しい記事が、掲載されておりました。でマイナカードで他人の年金閲覧政府一件確認と、で首相が陳謝で、まあ、これは政府1件だけ確認したっていうことなんですけど、まあ、1件確認できたということは多分潜在的にその何倍何十倍もあるんだろうなっていうのは皆さん想像の通りなんですけど、多分その他にも結構出てるんでしょうねこれ。で地方公務員が加入する、地方職員共済組合がマイナンバーと年金番号を紐付ける作業で、入力を誤ったことが原因だと説明したと。では地方職員共済組合という、まあ、あれですよね、まあ、地方公務員が加入する、まあ共済の組合なんですけど、まあ、マイナンバーと、まあ、年金番号を紐付ける作業で入力を誤ったと。まあ、あれですよね、ヒューマンエラーですよね、これ。でデジタル庁によると、7日に、マイナポータルを操作した人から、別人の年金記録が載っているとの連絡があり発覚したと、このマイナポータルってあるんですよね、アプリが。で自分のこういろんなこう個人情報を見れるアプリがあるんですけど、まあ、それを見たときに全然違う人 の記録が出てるよということで発覚したということですよね。で同様の事例がないか、関係省庁で点検すると、今回の事案に関しては9日に他人が閲覧できないよう対策したとあります。まあ、実際1件だけだったんですけど、まあ、その他にもある可能性は当然、ね、考えられますよね。だからこれ、前回 の ライブ配信でも言ったんですけど、入力、結構やっぱり誤入力が多いんですよ。このマイナンバーカードに関しては。で、まあ、人間のやることだから、誤入力っていうのはどうしてもついて回るんですね。100% 正確にはできないんですけども、やり方によってやっぱかなり 100% に近づけることはできるんですよ。で前も指摘したんですけど、一体誰が入力してるかっていうのが非常に問題なんですよ。で実際窓口、もともと事務の担当の窓口の方に入力作業を任せてしまうとやっぱりどうしてもエラーが増えますよね。なので専門の入力業者などを使えばかなりですね誤登録というのは防げるはずなんですね。
で本当専門の入力業者で専門のパンチ屋さん雇っていれば、入力するときに2人で入力すると、同じデータを2人でこう入力して、で実際付き合わせて2人とも同じ内容であればそこで初めて登録すると、で付き合わせてみてどっか違いがあればそれを確認してデータを適正化する、そして登録するっていうベリーの作業、ベリファイの作業ですね。これをやることによって誤登録をすごい減らすことができるんですよ。で、まあ、100% 正確なデータは100% 正確なデータは無理だとしても、まあ、99.99%っていうかなり精度の高い、ね、入力結果が得られると。で以前私システム関係の仕事をしてたんで、実際そういった部署の仕事ぶり見てきたんで、まあ実際ね、だからそういったプロのね入力業者に任せてやるっていうのは一つなんですけど、どうしてもですねこのマイナンバーカードの場合は窓口の、ね、職員さんに、まあ、どうしてもやらせてしまう、やらせざるを得なくなっているような状況になってるんでしょうね。だから一度こう事務処理の手順っていうものを見直す必要があるんじゃないですかね。とにかくマイナンバーを世の中にこう露出するというか、世の中に広めるっていう目的になんかこう突っ走ってしまって、実際どういった事務処理をしてそれを実現するかっていうことをかなりねいい加減っていうかずさんなやり方になってますよね。なんかもう本当現場任せになってるんで、だからこういったヒューマンエラーは全然減らないと思いますよ。やったらやるだけ出ちゃいますんで、だからそういった事務フローであるとか業務フローであるとか、そういったのをきっちりとこうか確立してやらないと、こういったエラーって絶対減らないと思うんですよ。で日本の人口1億2000万人ですから、まあ、極端な話ね、全人口のデータ入れるわけですからね。だから必ずすごいパーセンテージでエラーも出るでしょうし、でこれを潰すのは結局人海戦術で潰すようなことを やってるようなんで、ある程度システム的にもねエラーは結構潰せるんですけど、どうしてもね最終的にはこう人海戦術でやらざるを得ない部分はあるんですけどね、大部分はもうかなりシステム的にチェックもできるんでしょうけど、最後の最後は人的な作業にもなるかなと思うんで、そういったところですよね。大変ですよね。エラーを潰していくっていうのが。だからこういうことをね、これからも続けるんでしたら、マイナンバーカードの未来はちょっとないのかなっていう気はします。で、次のニュースにちょっと行ってみましょうか。で、これはですね、これ何日かな、6月12日の、TBS ニュースディグの記事なんですけど、これは速報ですね、岸田総理、職責果たしてもらいたい河野大臣の、早期の更迭を否定と。でマイナンバーめぐり、相次ぐトラブル受けと。でまあさすがにね、河野大臣のね退陣論というか、ここまでトラブルあるんだったら当然ね責任を取って辞めるべきじゃないかっていうのは野党からいろんな声が出てるし、ツッコミも受けてるんですけど、岸田首相は河野太郎さんを辞めさせるつもりないんですよね、今のところ。でそれに関する記事ですね、マイナンバーをめぐるトラブルが相次いでいることを受けて、河野デジタル大臣は、自身に対する処分が必要だという認識を示していますが、自分で自分を処分するっていうことは言ってましたね、河野さんは。そういった認識を示していますが、岸田総理は河野大臣について総点検や再発防止等に取り組んでもらっているところであり、引き続きマイナンバーカードの信頼確保、デジタルガバメントの推進に向け職責を果たしてもらいたいと考えていると述べ、更迭を否定しましたと。この記事ではそう書いてあります。マイナンバーカードの信頼確保って多分河野さんこのまま続けたとしても多分何にも信頼性ってアップしないと思うんですよね。多分これ業務フローだったとか、その事務フローの手続きがかなり
ガタガタになってるんで、そこを改善していかないとどんな大臣がやっても多分無理だと思います。でもまあ河野さんはね、ここまで一応デジタル庁のね大臣として、まあ、やってきたんで、まあ責任を取るとしたら河野さんしかいないと思うんですけど、ただ河野さんはあれですよ、あの現場の事務手続き、あの見直すってことをちゃんと旗振んないと、あのトラブルは解消できないと思いますよね、全く。はい、だからあの結局あのヒューマンエラーをヒューマンで解消しているというあの不毛な人海戦術のフェーズにも入ってると思うんですよ、ね、もう何千万件というデータがあって、何かあるたんびに人間系であのそのエラーを解消しているような、あのまるでね、あの不毛なベトナム戦争のゲリラ戦みたいなことをやってるんですけど、でもベトナム戦争はそのゲリラ戦やってベトナムはなんとかアメリカに負けなかったんですけど、今回はですね多分負けてしまえと思いますよ、日本のマイナンバーカードは、ある程度はシステム的にチェックはできるんですけど、最後は人間で判断せざるを得ない部分が必ず出てくるんで、その作業はね本当大変ですね。いわゆるこう内容性の作業だとか、あの自分も何百万件レベルでやったことはあるんですけど、何十万件何百万件レベルでこういった似たような作業をやったことはあるんですけど、これはもう本当大変でした。はい、で今それをですね多分何千万件レベルでやろうとしてると思うんで、もうなんとなく想像つくんですけど。で次のニュースですね、これはですね、6月13日かな、6月13日のスマートフラッシュのニュースなんですけど、これ非常に面白いニュースですね、河野大臣の地元がマイナカード利用停止報道、ついに反旗を広げしたの、はてな平塚氏の見解はと失礼しました、河野大臣の地元平塚氏がいよいよマイナカードの利用停止したよみたいなニュースですね。何が書いてあるかというと、そうした中SNS をざわつかせる報道があった。河野大臣のお膝元である神奈川県平塚市でマイナカードの一部を利用停止にするというのだ。これが本当なら河野大臣の行政手腕に大きな疑問符がつくことになると。第一報は、6月9日 NHK が報道した、マイナンバー公金受取口座神奈川県平塚市は当面利用停止へという記事だということなんですね。報道によれば平塚市の福祉総務課で7月以降に予定していた物価高騰対策の給付金の支給でマイナ公金受取口座の利用を取りやめたという。理由は市民の不安感に配慮してと報じていると。そうですよね。でこの記事を受け、時事通信や産経新聞なども同様の内容を報道と。その結果 SNS では、河野太郎の地元じゃねえか、地元出身の担当大臣がアホでも、地方自治体は賢明とかそういったことを言われてるんですね。これでとうとうなんか平塚氏もですねマイナカードをね、なんか使うのを一部機能停止してるみたいな感じですよね。そういった状況を受けて、FNN の、プライムオンラインが、6月12日に、速報した記事があります。これはなかなか興味深いんですけど、速報マイナンバー年金閲覧問題解散は？はてな岸田首相初めて謝罪と。でここに来て岸田首相がようやく、マイナンバーに関して謝ったという記事なんですね。これあと解散に関して書いてありますね。新たに出てきたマイナンバーカードの問題について自民党内からは支持率が上がり、会期末の解散は難しくなるのではとの見方が出始めている。で立憲民主党、柚木道義議員、国民に不都合な真実を知らせず法案成立まで隠蔽していた。なんと他人の年金情報が閲覧できる情報になっているんですよ。他にも事例があるんじゃないですか。早急に調査して公表して対策を講じてくださいと。で岸田首相はこれに関して何と言ったかというと、
速やかに閲覧するデータの総点検、再発防止策と合わせて公表するよう関係大臣に指示をしたところであります。重く受け止めておりますし、国民の皆様に心配をかけていることを申し訳なく思っている。で、この問題について初めて謝罪した岸田首相だが、13日以降は、防衛費増額のため財源確保法案をめぐる攻防が控えていると。うん、これですよね。で、まあ、年金、あ、解散は、はてなと あるんですけど、衆議院の解散ですね、いろいろ言われているんですけども、まず、まあ、岸田さんがこれに関していろいろ謝ったと。で、その後はあれですね、衆議院の解散に関していろいろ言われているんですけども、自分も今国会の会期末は6月21日なんですが、やっぱり最初は6月21日、会期末ギリギリあたりでこう解散するんじゃないかなと予想していて、いろいろそういった情報を発信していたんですけど、天皇陛下の問題、天皇陛下の外遊の問題もあり、ちょっと解散は難しいんじゃないかなという話が出ていますと。で、天皇陛下の外遊の問題が、そういったニュースを知る前は、この記事にもあったように、この防衛費増額のための、財源確保法案、これですよね、財源確保法案、これを大義名分にして国民に信を問うと、そして解散するんじゃないかっていうのが僕の予想だったわけですよ。で、それがちょっと違うパターンになるかもしれないというのがこの記事です。この記事なんですね。で、これはニュースポスト7の、6月13日の記事になるんですけど、タイトルが永田町に吹き荒れた 6.16 解散風、岸田首相の思惑は安倍氏一周期選挙での票集めか、で、山口新三区問題で諸刃の剣もと、そういったタイトルがついてます。で、実は、永田町で6月16日解散説が急速に広がっていると記事には書いてあるんですよ。で、6月16日、もう本当今週なんですけども、その今週にも解散するんじゃないかっていう、そういう噂説が急速に広がっていると。で、なんでかっていうと、これ天皇陛下の外遊の問題が絡んでるんですね。で、記事にはこう書いてあります。衆議院の解散には天皇から、解散詔書が発せられる必要がある。だが、天皇皇后陛下は6月17日から23日までの日程で、インドネシアを訪問される予定だ。そのため会期末解散は無理。そこで天皇陛下が外遊に出発される前の16日解散が急浮上したと、そうあります。で、この16日の解散って意外にあるかもしれないですよね、本当。うん、すごいあるかもしれないと僕は思ってます。で、やっぱりそれは何でかっていうと、一つはそのね、記事にあるように、天皇陛下の、日程っていうこともあるんですけど、やっぱりね、今話してるこのマイナンバーですよね。やっぱり16日解散ってなったら、こうね、このマイナンバーカードの問題やっぱ吹き飛ばすことができると、ね、ここまで問題になって、河野太郎さんもやめろっていう、そういう話も出てる中 でこのマイナンバーカードを吹き飛ばすことができるっていうのが一つ。あと、やっぱり安倍晋三さんの一周忌ですよね。去年の7月8日に銃撃されて亡くなった安倍晋三さんの一周忌とちょうど重なるんですよ、6月16日解散だと。で、記事にはこう書いてあります。6月16日に衆議院を解散する場合、6月27日公示、7月9日投開票の日程が有力視されていると。で、7月8日は銃撃された安倍晋三元首相の一周忌にあたり、菩提寺の増上寺、東京都港区芝公園で自民党、安倍派、
安倍家合同の法要が予定されている。その翌日に投開票となれば事実上の安倍一周期選挙だと、うん、弔い合戦じゃないですけど安倍さん一周期負けるわけにはいかないと。いや自民党関係者はねすごいこう気持ちが高揚高ぶるんじゃないですか。で、ね、自民党支持者の人もねやっぱり安倍さん一周期ってなったらねもう力入るでしょうし、そういったタイミングで、解散すれば、まあ、自民党は、まあ、大勝する可能性があるでしょうということになる、まあ、なりますよね。だこの解散このタイミングの、ね、6月16日解散の場合6月27日公示7月9日投開票のこのタイミングっていうのはやっぱり非常にいいんですよね。やっぱり今、ね、さっき言ったように一つにはこのマイナンバーの問題を吹き飛ばして、で安倍さん一周忌で、あとさっき少し触れた防衛費の増額法案ですよね。この3つそれを国民に信を問うという大義名分もありますし、で、まあ、これだけすれば大義名分としては、まあ、安倍さんの一周忌は大義名分にはならないんですけど、この防衛費の問題は十分大義名分になるんで、それをね掲げて解散ということであれば可能性は十分あるんじゃないかなと思います。だからもう今週中に大きなね政治的な動きが起きるかもしれないですね。でここで解散しなかったら当面ないんじゃないですかね、もう解散は。うん、でも解散がないってなるとこの今日触れてるこのマイナンバーの問題、もうどんどん闇がこう深くなっていって、もうなんだろう、もう底なし沼にこう入っていくと思うんですよね。もうこの問題も本当岩盤突き抜けてますから、もうどんどんいろんな問題出ますよ。もうで本当消えた年金問題みたいにものすごい大問題になります。で本当どうなんだろう、今のこの現場の人海戦術の事務のやり方だとエラーの解消っていうのは本当すっごい時間かかると思いますよね。ものすごい時間かかると思う。うん、自分もそういったほら内容性の、ね、作業とかやったことはあるんで本当大変でしたもん。だからしかもね実際情報登録してるのは各地方の自治体なんで、その事務処理のこういろんなレベル感もあるし、あとシステムのレベル感っていうのもやっぱりいろいろこうバラバラになっていて、あとある自治体で特有のシステム、ここの自治体でしか使っていないシステムとかもありますからね。ここの自治体でしか使っていないシステムっていうのがあって、そういったシステムのレベルのばらつきっていうのも結構あるんですよね。だその中でこう名寄せの作業をして、ね、マイナンバーカードに登録するべき正しい情報をこうきっちり適正化するっていうのはすっごい時間がかかると思いますね。はい。だからまあ、この問題は解散と、絡むんじゃないかというのがこの僕の予想です。うん、でまたマイナンバーの問題に戻ると、読売新聞ですね、これは6月12日の、読売新聞の記事です。岸田首相健康保険の、来年の秋廃止、一体化は変更なしと。でマイナカード相次ぐ問題で総点検指示。で岸田首相は12日、2024年秋に現行の健康保険証を廃止して、マイナ保険証に 一体化する政府方針に変更はないと強調したと。とですって。とこれだけトラブルはあっても来年の秋に今の健康保険証を廃止して、マイナ保険証に一体化すると、その方針は変えませんと言ってるんです。で多分来年の秋間に合わないんじゃないですかね、僕の予想では。ここまでトラブル大きいと、でも岸田さんは強気なんですよね。でなんでこの今の紙の保険証をそんな廃止したがるのかあまりよく分かんないんですけど、別に並行であってもええやんって感じがするんですけどね。本当。どうしても、
岸田さんもそうですし、まあ、自民党の政治家もそうですし、まあ、政治家の人たちってやっぱりこうシステム的なこう感覚ってやっぱりねあまりないようなので、なんだろう、新しい、まあ、今回みたいにマイナンバーカードの新しいシステムを作る、まあ、デジタル庁まで作ってマイナンバーカードというそれを使った新しいシステムを作る上でこう物理的なカードがないとやったような気分にならないんじゃないですかね、こういう人たちは。だどうしてもこのカードを作りたがるんですけどね。でも大切なのはそのカードじゃなくてそのマイナンバーを使ったシステムがいかにこう全国的に統一的に構築できるかっていうのがやっぱり一番重要なんであって、物理的なカードっていうのはまたね本質的な問題じゃないと思うんですよね、 僕としては、いかに統一したシステムをちゃんと構築できて、例えば中央省庁、これ前のライブでも言ったんですけど、中央省庁のシステムがちゃんと平準化、そしてちゃんとネットワークが連動して、それが各行政単位にもそれが広がっていって全国でも同じレベル感でシステムが回るっていうことをちゃんと作っていかないと、いくらカードって騒いでも絶対トラブルは出ると思うんですよ。だから、ね、こういった岸田さんとか河野さんもそうなんですけど、この物理的なカードを一人一人に復旧させることになんか妙に命をかけちゃってるんですよね。だそこはねすごいナンセンスだなと思います。で、読売新聞の記事なんですけど、野党は現行の保険証を廃止せず存続させることを求めたが、まあ、当然ですよね、で首相は前の保険証への一体化のメリットを着実に実現するためにも、来年秋の廃止に向けて、取り組んでいきたいと応じなかったと、まあ、メリットね、まあ、メリットちゃんと動けばそれはメリットはあるんでしょうけど、そのメリットを享受するまでにえらい時間がかかると思うんですけど、で誤登録また60件という見出しがあって、マイナンバーカードと、健康保険証を一体化したマイナ保険証に別人の情報が誤って紐付けられた事例が、昨年12月から、5月22日の間に新たに約60件あったことが、厚生労働省の調査で分かったと。でこのうち、他人の薬剤情報などが閲覧された事例も数件あったという。で13日にも公表すると。でまた新しいねほらトラブルというか、まあ、別人の情報がまた誤って登録されたっていうのは、まあ、ここでまた発覚されてるんです、発覚しちゃったんですよ。だからこういうのはもうどんどん出てくると思いますよ。もう多分報道も追いつかないぐらいこれから出てくると思うんですよね。だからこういったいたちごっこをずっと多分半年から1年これから続けていくことになると思うんですよね。だから現場のシステム担当者大変だと思いますよ、こんな作業をやらされて。ねえだから何も今のこう紙の保険証廃止しなければいいだけの話なんですよね。言うなれば今の紙の保険証をプラスチックのカードにして、そこにこう写真を入れてもいいんじゃないかって説もあるんですけどね。それでも全然いいんじゃないのって感じはしますけどね。でそこにマイナンバーをこう記載してみたいな。本当だから結局そこまで急いで国民一人一人にマイナンバーを持たせて、一体政府は日本政府は何がやりたいのかっていうことがあまり見えてこないんですよ。目先の小さな便利さはいろいろ言いますよ。こんなことができます、あんなことができますみたいな。でもこう大きなこうシステムとしてのこうグランドデザインみたいなことが全然こう見えてこないんですよね。そこが今の日本政府の悪いところですよ。だもっとこう大きなところを説明して、現場レベルの個々の小さなレベルの利便性っていうものを言ってくれればすごいわかるんですけど、なんかこう枝葉抹殺的な利便性ばっかり言って、その大きな日本のデジタル化はどうあるべきなのかっていう、そういったところをコンセプト、そういったところが全然見えてこないんですよ。ね。だからこういうね、ちょこ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 とトラブルが出て、
ちょこ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 ご登録だ、誤って登録しました、で他人に閲覧されましたっていうことが出てきてしまうんですね、これ。で、その中でこの記事は非常に面白かったんですけど、時事芸人 の, プチカシマさんがですね、文春オンラインに書いた寄稿した記事なんですけど、これなかなか面白かったんですけど、なかなか面白かったんで紹介しようかなと思ってるんですけど、プチカシマさんによる記事ですね、岸田首相が期待、河野太郎の突破力の正体とはマイナンバーカードを巡るずさんの極みと、そう題された記事なんですけど、そこに河野太郎の突破力の正体っていう見出しがあるんですね。で、何が書いてあるかというと、岸田首相は河野氏の突破力に期待していたという、その後トラブルが、続発しているマイナンバー問題だが、あえてメリットを考えると河野氏の突破力がいかに幻想だったのか多くの人が分かったことだと思う。強引さ、拙速、ずさんさと他人事、これが突破力の正体ではないか。河野太郎の全てが紐付けされていたのがマイナンバーカードの問題なのであると河野太郎の全てが紐付けされていたのがマイナンバーカード問題だったとそう鹿島さんは言ってるんですよね。で、この河野太郎の突破力っていうのはあれなんですよね、非常に何だろう、おかしな概念っていうか、コンタロって本当突破力があるのかな、ね、鹿島さんは強引さ、拙速、ずさんさって言ってますけど、あとあれですよね、河野太郎の突破力っていうのはこの恫喝力ですよね。人を恫喝して無理くり動かすと、これが突破力じゃないですかね、強引さ、拙速さ、ずさんさ、そして恫喝力、この4つですよね。あとですね、やっぱりデジタル庁ちょっと人が少ないっていう、人が少ない問題もあったりするようなんですね。で、実際デジタル庁に行った人の話だと、デジタル庁、まあ建物はあるんですけど、なんか使ってない部屋がたくさんあって、ここの部屋も全然使ってないのみたいな、まあ、そういう状況らしいんですよ。で、なんかこう割と少ない人数で一生懸命こう作業しているようなんですけど、だからもう本当毎日朝の4時まで残業してるっていうのは案外本当にその通りかもしれないですよね、だからもっとね、人を増やしたからいいかっていう問題もあるんですよ。もちろん人を増やせばいいっていう、いいっていうわけでもないんですけど、まあ、もしかして、ね、絶対的に、ね、人手不足なのかもしれないですよね、人を増やしたからといって必ず作業が早くなるわけでもないし、それで生産性が上がるわけでもないんですけど、にしてもなんかもしかしたらデジタル庁は人が少ないのかもしれないですよね。あと河野さんが言ってたんですけど、今回のいろんなトラブルとか不具合はシステムに起因するものは一つもないと言ってるんですよ。全て人的なエラー、ヒューマンエラーだと言っておりましたけども、確かにそれはその通りなのかもしれないんですが、ですよ。で、あれなんですよね、結局システムもきちんと作り込みがされてないんですよ。作り込みが甘いっていうかな。だから作り込みが甘いがゆえに別な人の口座情報が登録できたりとか、だから僕のマイナンバーカードに僕の母親の口座情報が登録できたり、母親のカードに僕の口座情報が登録できたりとかって、そういった問題出ましたよね。だからそういうことができてしまうんですよ。だからこれはシステム担当者が甘いんではなくて、システムの要件がきちんと詰められていないんですよ。で、システムを作るシステム屋さんはユーザーというかお客さんの要件に従ってシステムを作っていくんですね。だからシステムを作るっていう作業はシステム屋さんだけじゃなくて、そのユーザーと一体にならないといいシステムってできないんですよ。でも今回のマイナンバーの問題って、もう絶対これ間違いないと思うんですけど、そのユーザーですから、例えばデジタル庁だったらデジタル庁、日本の行政ですよね。行政がシステム
システム担当者にきちんと関わっていないと思います。それも絶対間違いないと思います。だから要件がきちっと整理して、要件がきちんと整理されて、そしてきちんと固まって、そしてできたシステムではないんですよ。だからかなり見切り発車的に作られたシステムで、その中でシステム的な不具合はないと思うんですけども、要件が甘いからこそね、誤った人の情報が登録されて、それを弾くような仕組みが実装されていなかったりとか、それを警告として事前にアナウンスする仕組みが実装されていないから、こういう問題になるんですよ。だからこれはシステム側の問題というよりもユーザー側の問題なんですよ。きちんと要件を詰めていなかったから。まあそれをね、ユーザーから引き出すっていうのももちろんシステム側の仕事なんですけど、これ多分ね、それで見切り発車させたんでしょうね。これユーザー側、つまり行政側ですね、まあ、デジタル庁と言ってもいいかもしれないんですけど、だからこういうことになると思うんですよ。ただ要件整理ができてないと絶対こういう問題ができ起きるんですよね。僕そういったことは散々見てきましたから、何かすごくわかります。はい。だからね、しまいには河野太郎みたいなのを大臣に据えて恫喝してね、デジタル庁の職員さんを無理くり恫喝して動かして、で富士通ジャパンみたいなそのシステム側の人間も動かしてるんじゃないかななんていうふうに想像してるんですけど、いや非常にもう血へどを吐くようなきつい現場になってるような気がしますね、これは。で世の中からもガンガンこうバッシング受けますからね。でこのマイナ保険証っていうのも、今マイナ保険証云々って話も出たんですけど、これもですね、非常にこれからマイナ保険証に一体化する上で、まあ、いろんな問題がこう取り沙汰されてるんですけど、非常にいい記事が一つありまして、それに関してですね、非常にいい記事があるんですけど、マネーポストウェブですね。これ週刊ポスト系の、ウェブサイトだと思うんですけど、タイトルがですね、マイナ保険証に潜むデメリット、更新手続きを怠り、医療費10割負担の悲劇と、高齢者の暗証番号を持ち歩きもリスク。ね、このマイナ保険証に関しては10割負担という、 こう問題がいろいろ言われてるんですけど、まあ、それに関連する話ですね。で、マイナ保険証は更新手続きが思わぬ落とし穴になると書いてあります。で、それは何かというと、マイナ保険証は原則として5年に1回役所で本人が更新の手続きをする必要があります。で、体が不自由な場合などは代理人による更新もできますが、手続きが煩雑だと。で、また、更新の際は4桁の暗証番号が必要ですが、2030年に、認知症患者が800万人になると予想される中、高齢者が番号を覚えられていられるのか、暗証番号とマイナカードをセットで持ち歩くことは紛失、情報漏洩の点で大きなリスクを伴いますと書いてあります。まあそうですよね。紙の保険証だったら勝手に送られてくるんですよ、郵送されて。でもマイナ保険証の場合は自分が役所に行って更新手続きをしないといけないと。その更新手続きを怠ると、この保険証、医療費10割みたいな話になってしまうよっていうことなんですよね、これ。で、更新手続きを怠ると、10割負担にと。で、煩雑だからと更新手続きを怠ると、無保険者と判断されかねない。これですよね。無保険者になってしまうと。で、一時的にですが、無保険者と同じ扱いになり、病院で治療を受けた際に保険が効かず10割の自己負担になってしまう。健康保険証は利用期限が来ると自動的に新しい保険証が行政から郵送されますが、マイナ保険証は期限切れの通知は来るものの、役所で更新作業をする必要があります。一人暮らしの高齢者や
認知症患者は更新できないケースが起こり得る。全国保険医団体連合会は6月2日、登録データの不備などでマイナ保険証が無効、資格喪失と判断され、患者に10割負担を要求した事例が全国で545件も発生したと報告していると。545件ですよ。いや少ないなって見る人もいるんですけど、逆に言えば500件以上ももう10割負担になっちゃってるんですよ、いろんなこういった問題で。これはきついですね。でさらにあれですよね、そのマイナ保険証に、自分が持ってるこのマイナ保険証に誤ったデータが、ね、あのこれまで発覚したような誤ったデータが登録されていたりすると、それは自分の保険証ではないというふうにあの判定されるんで、そこでもやっぱり10割負担になってしまうんですよね。だから前の保険証は自分の情報がきちんと、登録されてないと、下手をすると本当10割負担みたいになってしまうんで、だからここはね非常に大きな問題なんですよね。で岸田さんは、まあ、そうならないように現場でまあ柔軟に対応するようにやりますみたいなこと言ってるんですけど、じゃあ具体的にどうするかっていうことに関しては全然今のところ示せていないと。だからこの状態でね、来年の秋マイナ保険証の一体化っていうのはね非常に難しいと思いますよ。本当まずデータをちゃんときちんと適正化しないといけないし、その総点検というのをやってですね、できるかどうか分かんないですけどね、その短期間で。だからそれをやんないといけないっていうね。でちなみにこのこれから先、まあ、2024年にマイナ保険証一体化ってあるんですけど、その他にまあどんなことを想定しているのかっていうことを紹介しているのがこの朝日新聞の記事です。これ朝日新聞の、6月10日の記事なんですけど、タイトルが、母子手帳、免許証、マイナとの一体化が続々、重点計画閣議決定と。だそういったあんなこともやろうこんなこともやろうっていうことをいろいろ政府はいろんな勝手に想定して、それをなんか閣議決定してしまったらしいんですよ。どうやらできるかどうかも分かんないのに、例によって閣議決定だけはやってしまったらしいんです。で実際ね、具体的にどんなことができるかというとこれですよね。マイナンバーカード関連の主な施策として、いくつか、紹介されてます。で 各種証明書との一体化ということで、運転免許証と一体化させようとか、あと医療費助成の、受給者証や、母子手帳ですね、これ母子健康手帳と一体化するとか、あとは在留カードと一体化するとか、ね、そういったことを想定しているらしいんですよ。あと機能拡大策や安全対策ということで、26年中にプライバシーに配慮した新しいマイナカードを導入。これ26年に新しいマイナカードがまた導入するって言ってるんですよ。だから今作ってない人は作んない方がいいと思いますよ。26年に新しいカードができるから、26年にね新しいマイナカードを導入して、あと24年度中にハローワークの受付を原則マイナカードにすると。だからマイナカード作らなかったらね仕事も探せないっていうような状態にしたいらしいんですよ。あとこれも変な話なんですよね。26年度から国立大学の運営交付金の配分でマイナカードの、活用実績を考慮ってあるんですけど、要は国立大学の大学生の身分証明書の代わりにするであるとか、あと出席の実績というか、それを、記録する、カードにするとか、そんなことにもなんか使おうとしてるんですよね。これがなんか全然わかんないですよね。あと、公金受取口座と、マイナンバーの紐付け状況を、まあ、定期点検と。だから大学生のそのね、何身分証代わりにするとか、あとなんでそのマイナカードで
この出席状況を記録しないといけないんだってありますよね。だ何でもかんでもなんかマイナカードに一体化して何でも なんかできちゃうみたいなことなんか考えてるみたいなんですけど、なんかこれで利便性が向上するかっていうとなんか全然向上するような気がしないんですよね。で政府の作るシステムってまあ皆さんも感じていらっしゃるようにはっきり言ってね信頼性ないですからね。今現在もそうですし、接触確認アプリココアなんてひどかったですし、と政府が作るシステムとかアプリって本当信頼性ないですから怖いだけですよね。で同じ朝日新聞なんですけど、時々刻々の記事、これは非常にいい記事だなと思ったんですけど、まあこれまで例えばこれまで起こったマイナンバーカードのトラブルが紹介してあったりとかですね、まあいろんなことが書いてあるんですけど、ここでもですねやっぱり10割負担問題、調整中繰り返すっていう見出しがあるんですよ。で何が書いてあるかというと、マイナ保険証に、一本化を急ぐ中トラブルが次々明らかになっている。医療機関の窓口で、マイナ保険証を使うと無効資格なしと表示され、患者が医療費を、全額一旦立て替えなければならない事例も、これさっき紹介した事例ですよね。全国保険医団体連合会の調査では、4月以降少なくとも533件で患者が10割負担を請求されたと。でこれに対して立憲民主党の、米山隆一さんが、まあ、こう言ったと。これは非常に大きな問題であると。でいくら調整しても予算をつけてちゃんと制度を作らない限り、医療機関は10割を取り続けますよと。でこういうふうに首相に対応を迫ったんだと。で首相は、現実に国民の皆さんが10割負担など、不必要な負担を被ることがあってはならないと強調する一方、具体的な対応は今調整を行っているとの答弁に終始したって言ってるんですよ。だからこの10割負担のこの問題解消するのは具体的に岸田首相は今のところ示せていないんですよ。調整中って言ってるんですよ。検討するとかね、もしかしてできないかもしれないですよこんな調子だと。で10割負担の問題では、厚生労働省が批判を踏まえ6月2日に、医療機関向けのマニュアルを改定した。マイナ保険証で、患者の資格確認ができない場合もマイナカードの生年月日に基づき自己負担分3割などを支払ってもらい、事後的に、所要の手続きを行ってもらうことが考えられるとした。でもしかしですよ、しかしマイナカードの、券面だけでは、医療保険の加入の有無は分からない。だから無保険者の場合の未収金のリスクは医療機関が負うと。このため調整は難航し現在も対応を示せていないと言ってるんです。だからマイナカードだけではこの人がマイナカードだけではこの人が本当に保険に入っているかどうかが分かんないんですよ。だから極端な話、無保険者の人がマイナカードを持ってきて、いやー保険に入ってるんでお願いしますよって言って3割だけ払って、あとそのままどっかに逃げちゃうってこともできるんですよね。そういうことができてしまうと、悪用することができちゃうよと言ってるんですよ。だからいろんな面で穴だらけというか問題点が出てくるんですよね。だからこれもやっぱりね、さっき言ったように要件が詰められていないんですよこれ。だからあれですよ、要件整理、要件確定ってすごい重要で、これにはやっぱり時間がかかりますよね。いろんな場合を想定して、この場合はこうしよう、この場合はこうしようってきっちりRFP リクエストフォープロポーザルだったかな、その RFP をきちんと作っていかないと、
あのシステムを作る側も本当大変苦労するんですよ、その本当失敗事例だと思いますよね、で何か問題があったらじゃあ検討しますね。であのシステムがもう後付けのシステムになっていくんですよ。この後付けのシステムって本当僕もあのいろいろ見てきましたけど、これがねもう後々本当あのメンテナンスするにも大変で、もうこれもねトラブルの原因になるんですよね。だから理想は要件をきっちりしてね、なるべく後付けにならないように作るのが理想なんですけど、まあ、システムはねまあそれでもどうしても一旦運用してみてそこからこう改定ってしていくのが常なんですけど、それにしてもこの要件が詰め切れていないと本当悪い意味で後付けのシステムになっちゃうんで、もうそれもまた別なトラブルを誘発する原因になりますよね。はい。で首相官邸の幹部は何と言ってるかというと、官邸幹部はこれは1億人を対象にした事業、海の苦しみだって言ってるんですよ。海の苦しみって、今は我慢の時との考えを漏らすって、だからダメなんですよ。海の苦しみはその要件を定義するときに本当苦しむべきであって、作った後苦しむとさらに苦しむだけなんですよ、システムの世界って。だからねこの自民党っていうところは何だろう、こう大きなプロジェクトとか、あ例えばこう大きなシステムであるとか大きなプロジェクト、大きな組織をマネジメントすることって本当できてないんですよね、自民党って。大きなシステム、大きなプロジェクト、大きな組織をマネジメントする能力って自民党全くないと思います。なんでだと思いますか、これ。自民党ってなんでこういうことできないのか。なんで自民党こんなダメかっていうと、自民党って結局、利権とか権力、が欲しい人が集まってくる政党で、利権とか権力だけで結びついてるような組織だから、いざこういう大きなねシステムプロジェクト組織を、ね、マネージメントするってなると途端にダメになるんですよね。僕はそう思ってます。本当もう利権と権力だけで結びついてるような組織だから、もうこういうことができないんですよ。で必ずほら中抜きとかって出てきちゃうんでしょ、何かやると。まあ今回ね、まあどんな中抜きとかあるかよく分かんないんですけど、まあ多分あるんでしょうけど、結局そういうことになってしまうんですよ。でその海の苦しみだって言ってるんですよね。で記事にはこんなことが書いてありますね。マイナンバー制度は首相の肝煎りで協力に進められてきたと。で昨年10月には首相と面会した河野氏は、今の保険証を、2024年秋に廃止し、マイナンバーカードへ統一する方針を唐突に表明と。カードをデジタル社会を新しく作っていくためのパスポートと言い切ったと、ね、首相はそう言って河野さんを、まあ、デジタル大臣にしたようですね。でカードの普及はすでに一定の水準に達している。カード取得者ら最大2万円を配る、マイナポイントの事業などの効果で、累計申請枚数は6月までに、9700万枚を超えたと書いてあります。だ9700万枚は超えた。だ日本の人口1億2000万人なんで、まあ、かなりの数は出回っているようですね。で河野氏は、5月の国会質疑で、国民がカードを持っていることを前提とするサービスを導入できるようになったと胸を張ったと。でも全然実はトラブル続きでね、胸を張るようなね、ことにはなってないんですよね。本当だ結局このサービスって言ってもこの枝葉抹設のサービスばっかりで、まあそれはそれでね、まあコンビニでね、住民票が取れたり、まあ印鑑登録証とか取れれば、まあそれはそれなりに便利ではあるんですけど、いや、そういう、そういうことではないと思うんですよね。もっと、
行政の事務処理が効率化、分かりやすくなって、早くて分かりやすくて、効率的に回せば、実際そこで働いている人もね、仕事もしやすいでしょうし、我々に対しても恩恵を受けるし、ただそういった我々の見えないそのバックグラウンドのシステムをしっかり構築していくのが非常に重要であって、最終的なインターフェースの目先の効率化を狙ってもあまり意味がないんじゃないかなと僕は思ってますね、やっぱり。本当だ、その辺のセンスがすごいないような気がするんですよね。だから要はそのさっき言ったようにグランドデザインであるとか見通しであるとかコンセプトと言ってもいいんですけど、そういったものを誰も持ってないんじゃないですかね。こうあるべきだ、こういうものを作るという、そういったもの全然なくて、なんか何がしたいのか分かんないんだけど、マイナンバーはマイナンバーカードだけは復旧させるみたいな。でこんなことも書いてありますよ。2024年度中にハローワークの受付は、マイナカードを原則とすると、さっき言いましたよね、で26年度からは事業の出席確認で、マイナカードを使うなどの活用実績を考慮して国立大学の運営交付金の配分に反映させると。なんかマイナカードを人質にして、なんか国立大学の運営交付金の配分に反映させるって、そういうことなんですかねこれ。でも何書いてあるか本当は全然わかんないんですけどね。で、最後の方に、立憲民主党などの野党は国民生活に広く影響する問題と捉え追及を強める構えだ、立憲の安住淳国会対策委員長は12日マイナンバーカードと保険証との一体化については、衆院を解散するならば大きな争点にしたいと言ってるんですよ。ここで立憲民主党は、マイナンバーもまあ争点にしたいっていうふうな考えみたいですね。さっき言ったように今衆議院を解散すればこの問題になっているマイナンバーの問題を吹っ飛ばせることもできるし、安倍さんの一周忌ということで自民党が勝つ可能性もあるし、あと防衛費の予算ですよね、それを大義名分にしてっていう話も言ったんですけど、まあ、立憲民主党はこのマイナンバーの問題を争点にするっていうふうに言ってますよね。要はこのまんまマイナカード一体化っていうか形で政府の想定通りに進めるのか、それとも一旦このマイナンバーカードの事業は一旦凍結してもう一回仕切り直しをするっていうことだと思うんですけど、そういう形で持っていくのかなんですよね。でまあどっちがいいかっていうと、このまま突き進むのは非常になんか問題があるような気がしますよね。物理的なこのカードマイナンバーカードを持たせるっていうのはまあそれはそれとして、もう一回一旦この事業を凍結してあれですよね、要件整理要件定義から僕はやるべきだと思いますよ。これなんかやっぱその辺基本的なことがこう全然できてないように見えるんですよね。でないとこのまま突き進むと、もうとにかくマイナンバーカードを運用すればするほどどん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 新しい問題がこうポツボン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 出てきて、それを潰して、それが潰れたと思ったらまた別の問題が出てきてっていうことになると思います。それこそゲームセンターのモグラ叩きみたいになってしまうと思うんですよ。だからね、一度ほんと整理する必要があるんじゃないですかね。それこそさっき言ったようにね、中央省庁のシステムの垣根をなくして、それこそきちんとこうネットワーク化して風通しを良くするっていう、そのあたりから始めるべきなような気がするんですよね。強靭なシステムの土台がないと、こういったマイナンバーカードってきちんと運営できないと思うんですよね、僕としては。なので今日はいろいろマイナンバーって言いづらいですよね。マイナカード、マイナンバーカードのまあ深い闇というか、第2弾ということで動画配信をしたんですけども、この問題はまだまだ第3弾第4弾と続きそうな気配が濃厚でございます。今日はこういった形で配信しましたが、また次はまた別な形で配信になるかもしれないですし、まあいろいろと
これからも情報を連携していきたいと思います。それでは今日はこの辺で終了とさせていただきたいと思いますので、それでは皆さんまたお会いいたしましょう。